最初に気づいたのはピトー。上空を見上げた理由を突き詰めるならば、なんとなくというほかない、それほどかすかな予感だった。何か来る。この時ピトーは縁を解いた。完全な臨戦態勢に入るために。だが、よし、要する時間は 0.1 秒を切る。しかしピトーはその狭間、確かに聞いた。受け攻め、いくつか予想しとったが、そりゃ悪手だろう、アリンコ。それはピトーが己の体感時間を限りなく圧縮し、自らの時を止めるに等しい状態に置くことでしか、ネテロの動きを目で捉えることができなかったことに起因する。つまり真相は、不可避の速攻である。落下方向の先、ありえない場所から攻撃が。一体そのまま彼方へ消えてくれるとありがたい。このままだと相当遠くまで吹き飛ばされる。ドクター・ブライス。ブライスは発言させた場所から移動ができず、術者のピトーも能力と尾でつながっているため、行動半径が20メートルほどに限られる。その制約が